船岩古墳群の所在する、丘陵船岩古墳群。船岩古墳群の、一船岩古墳群は、高知県南国市を校長省連、傘の川にある、古墳群。史跡指定はされていない。高知県中部、校長平野に面する、大平山から、北西の船岩山にかけての尾根、北東斜面に映像された、古墳群である。これまでに22基が確認されている。 1968年に1から12号分の発掘調査が実施されているが、調査前後に多くが未還炎造成等に伴い作閉されている。古墳はいずれも円墳で主体部の埋葬施設を横穴式石室とする。最大規模の石室は8号墳で全長8.9メートルを測る。副葬品としては、金管、銀管などの送信具類、鉄製武器類、 バグ類、スエなどが検出されている。この船岩古墳群は古墳時代後期頃の映像と推定される。高知県では最大規模の群集墳であり、校長平野における有力集団の墳墓群と想定される。付近では大型横穴式石室を有する少年古墳が所在し、船岩古墳群との関連性を指摘する説がある。本古墳群における石室は検出を 細長い長方形として前壁を形成するとともに袖石を沿道側にせり出さない形態とする。変容した機内型石室として南四国地方で主流の石室形式であり、船岩型石室と捉えられる。ありがとうございます。